おはようございます。10月8日の金曜日です。ちょっとまだ今から店開けるところなんですけどね。はい、今日すごく寒いですね。もうなんかこのまま冬になるんだろうな。はい、暑かった、先月ぐらい暑かった気がするんだけどね。まあいいや。はい、ところでブックアイランド入間店では店内 BGM っていうのを流してません。はい、無音です。無音、音が特に流れてない。お店としてはかなり珍しいんじゃないかなと思うんですけど、これはですね、うちこうやって動画の撮影したり、まあ YouTube の撮影とかもいろいろしてるんですけど、その撮影の時に音が入っちゃうと良くないので、もう鼻から流さないでおこうということにしてます。はい、ということです。まあなんで流さないのって話を聞いたんでね。うちはあえて撮影のために流してないんですよってことになってます。はい、では寒いのでとうとうストーブが導入されました。寒いからな、しょうがないな。はい、今だけ100円、こちらのエターナルプレミアムとキングオブジエンド、はい、今なら1パック100円で、セール中です。 OK です。2本買い取った、嬉しい。はい、特に綺麗な文庫本がいっぱい嬉しい。はい、処理しよう、急いで。こういうのがいいよね。髪の毛ずいぶん伸びましたので今日床屋に行きます。はい、眉毛も細く、それはお家でやるか。うん、はい、短くしてもらってこようと思います。帰ってきた、お疲れ様です。はい、広島にいたんだっけ。愛媛か、愛媛か、いろんなとこ行ってるもんね。いろんなとこ行きました。はい、群馬に戻ってきたということなんで、はい、まあそれでも群馬なんだけど、はい、通ってこれるということで、まあ、月1ぐらいで、はい、ぜひお願いします。はい、太った？太りました。太ったよな。顔が違うよな、もっとシュッとしてたよね。そう、もっと細かったっすね。うん、はい、まあでもいいですよ、健康ならそれでいいです。はい、健康じゃないの？健康じゃないです。心病んでんの？心体も？体も、うん、ちょっといろいろあったのね。まあまあまあ、まあ、いいよ、重い話は。はい、ということで、まあみんな知ってる子もいると思うんで、はい、ビシュヌ帰ってきたんでまた遊んでください。あ、いいよ、よっしゃ。はい、じゃあみんなぼちぼち今やってるのおしまい。っていうか、ビシュヌ最後に一回やったら、じゃあ、ちょっと最後に一回せっかくだからやってあげる。はい、で、俺以上ちょっと床屋なんで僕先お、はい、失礼します。はい、じゃあね、失礼します。じゃあ俺床屋行くから、じゃああとよろしくお願いします。じゃあね、はい、行きまーす。よし。はい、じゃあよろしくお願いします。なんか一月ぐらいしか経ってないんだけども、なんかすごい髪伸びだねって言われて。ああ、うん、そうですね。こうのよな、なんだろう、うん、もっかりしてるけどね。うん、じゃあもう、はい、全部駆逐してください。頑張ってお願いします。はい、はい、今日も短くしてもらった。うんうん、大事です。でもまだ、でも10月頭だから冬、年は越せないもんね。もう一回来るようだよね。うん、もう一回かな。そうですね、年末に一回最後。はい、ういっす、そうです。やった、できた、ありがとうございます。よし、じゃあこれで年末ぐらいにもう一回来ます。そうですね、はい、一旦同じ髪型にしたい人は、はい、新所沢ルコル健吾くん、健吾くん予約健吾くんで検索。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ、ただいまー。どう？あ、いいじゃん。あ、いい感じじゃん。今日どういう？許してくれる？大丈夫？はい。短くしたんだね。うん、わかんない。うん。はい。いい感じ、すごく。でした。はい、ありがとうございます。